I wrote that.担当とか何？これも獲物のリーチだでしょ。今さっき説明した担当です。スレッド。スレッド。スレッド刀でもリーチが違う、はい、スレッド担当でもリーチが違う。ただリーチの違い方が違う。これもこれ引くこれになるからな。無理して膝とかすねを切らんでもいい。太もも切ったらいい。さあ、これで、まあ、はい、終わりな。これも考え方も大事で、こういうふうに言ったら、ここの面で打ってるから、外れたらいい。簡単や。けど、これも、これで振られた、この面で打ってるから、どっちへ外れても、やばい。それから、これも、こういうふうにして、足振られた、やばい。いうことな。それを覚えておいて。それと、やっぱり同じように誘いがある。単純なんですね、大きく言うと。あの、けど、複雑な誘いは、いやーいのは複雑な誘いなんで、もう、これもない。それから、倒れながら担当、倒れながら切る。倒れた状態で切る。ただし短いから、切れるか切れないか。それから立ち上がるときが弱い。ただし今回は僕は杖じゃないから、刀のちょうどいい間合いで立ったら余計危ないな。刀から思い切り遠ざかるとか思い切り接近するとかいうところの方がいい。どっちがいいか、接近した方がいい。担当も切れるから。それでまあ、そういうことはみんな共通や。今さっきの刀対担当、ごめん、刀対して、担当対して共通やけど、これまた使い方を説明する。はい、まず刀で攻めるときはまず長い。そちらが届くときとこちらが届くときが違うというのを意識してよ。で、これも我に入っちゃうと行くよ。大きく振り直ってもこれ誘いやったら、はい、これ誘いやったらそれを動いて足にそっち行ってもいいよ。ああ好きなように動いて、はい、これ、大きく振り直っても誘いとしてと思うね。どう切ったり、右から切ってもらったり、ウェッチ、ウェッチ、ウェッチ、これ、これ続きそうだよ。これ注意せんでいいかな。すげえやったら届くと。これやったら届く。だからこれ、早なかったよ。な。これがどこに届いたら、それはお手に届く。だからこれでもな、もう一回行くよ。いやー、うわーうわーこれ切ったカロリーだと。だから太ももに用意したい。それからこの距離とこの距離ちょっと違う。これのが違う。
こっちが届いてもこっちが届いてもいうことはレッツゴー。そうすると何、はい、次この距離も届くように、はい、かすかに届くので、こっちになちょっと覚えて、だから、これ、やっぱりリーチの、すべと違うところ、それ切れる、すべよりちょっとな、それで、やっぱり、いつも言って、単純に、もっと間違いない。単純に、こうやって切っていっちゃう、いう問題がある。それで、やっぱり、僕の言う、いやいや、いいか、ということで、小さい、すみません、多かった。小さかったらどれだけ違うか。小さいだけで、一本で、はい。0.1 秒ぐらい、これな、ちょっと早く早く、うわー、 0.1 秒ぐらい、だけれど大きくて誘うよりも小さい方がいい、いつも言うけど、今のやや誘ったらもっといい、ちょっと痛くないようにやろう、いやー、そうやって、チカーブのコーバーじゃないですか、これかな、これで、えーっ、これもこれで行くのやろ、うわーっ、これでこういう風に担当とだいぶリーチは差し引きやから違う、ショートを持ってもっと違う、それもってこれやったらもう左切っとったら遅いかも、完全に固定やられる、あ、なんかこれでこれで切っとったら大きく切ると、はい、切ってる、メンマに届かない、だから届く届かんから言うたらやっぱり早く行かない、遅かったら入る、どう切ったら届く届くか、だから早く入る、だから、まあ、それとちょっと前から言い忘れて、はい、考えて、長さが違うとったらここを攻めるいうことは、ちょっと担当でも言うの忘れた、消灯で初めて言うのを思いついた、素手だね、これいやー、ちょっとごめん、うん、はい、いやー、これな、はい、これいやーっとしてるというのはこれ、うん、あ、ちょっとちゃんと持ってます、ここがこれだな、はい、ここだな、もうちょっと違う、素手でここをやろうと絶対届かない、はい、面を狙うと届くという無傷でやられたけど、あんまり前へ行かんで、担当を持ってよって狙って、はい、いや、これで、届かないと言って、なんで言うか、僕が
ここ寝ろとか、そうか、ここ寝ろとか、だから、失礼の時もそういうことが言えるけど、担当も立てとか、消灯も立てようなこれ、うん、あれ、これで大きく言ったら、そこ、注意するみたいな。小さく、もう言うてからやったら、あれ、そっと、こっちで、ここで言う。やめます。な、これでな、ポッと聞こえるって、これで。それとか、スーッと、あそこで、ついじゃない。いつも止まる。悪い癖がある。はい。これ、わかったか。低俗けれど。これ、来るのわかりそうな。ね、低俗なんで。分かったから手を振る。でも二分目はしますね。うん。だけど、これ、ふっ！って言って、ふっ！って言って、こっちが注意しておかない。今、ここで注意したの。ここで注意しておいてどうやった？今、痛かった。ごめんな。あの、別のところにある。あの、ここで痛いな。え、ここで痛いの？こっちが行ったらだけど、これで、ああ、おっ！ってやられたら、あの、だから、大体、小、大体、担当、覗けよ。まともに面とか、どうとかなろう、寝ろうか、ここに届く恐れがある。それが嫌ならば、相手の手をね、手は前の方にある、うん、ゆっくり。手は前の方にあるから届かない。けど、深くを寝ろうじゃん、届く。こういうところから、ふと、夜を別にするの。考えて、これ、ほっとする。どうみたいなこちらからやってる。な？いいか。あるいはこれ、高くやってる。そういうふうな方法もある。大体、中等持ってきて。中等でも、はい、もちろん持ち。ここをやる。ここまでやる。うん。そういう方法もあるけれども、一般的には、こんなこと言うとかないですから、もし上げに来ていたら、もうやっぱり、おいおいおいとかね。あと、いや、大丈夫。うん。おい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 。これも、今言うと、声で脅しながら、小さきで脅しながら、のがいいと。で、長いのと小さいのとだいぶな、迫力が違う。プレッシャーを感じるのは、小さい声、短い声。な。だから、真剣勝負では、プレッシャーを与える。プレッシャーを与える。それが長い刀であり、声であり、この動き。だから、これで、こちらでもね、うろっうろこれで、うろっうろっで、これ、また何か違うことしたの。気がついたか。ちょっと後ろ下がる。ん？後ろ下がる。違う、下がった。だこれ、うわぁごめん、ごめん。下がったんや。で、いつも言う通りように、長いものを下がれ。
担当いただける。もう痛かったやつ、痛くないようにちょっとごめんな。おお、こんにちは。さあ、ちょっと届かない。せっかく届くかな思ってくるのに届かない。おお、はい、そうです。おー、ポンポンです。アイドルの前に。おー、ポンポンです。あ、いただきます。ごめんごめん。もうちょっと柔らかいな。はい。おー、ポンポンです。ということで、長いものは、下がることのアイドル。特にない、素で素でで、はい、これで、はい、おお、うん、これ下がったら困る、うん、これおお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 という方法がある。だからちょっと今、おお、今申し上げたけど、長い方が下がる、固定を狙う。もう固定に置けられたらちょっともう半分あるけど、これで、これでも、これでも、ずっとやっておきました。はい、これでも、おお、そういう下がるという方法を聞いてるか。ごめんごめん、やめたか。顔がちょっとかすまんか。はい、かなり返すのも、はい、下がるのも覚えてるよ、はい、うん、